ホーエツォレルン城のフリードリヒビルヘルム2世像。フリードリヒビルヘルム2世は、プロイセン王。プロイセン王子、アウグストビルヘルムの長男である、フリードリヒ2世の老い。だらしない性格で女に甘く、国民からはデブの女たらしと呼ばれたが、第2回と第3回のポーランド分割に参加して、プロイセンの領土をさらに拡大した。 フリードリヒ・ビルヘルム2世は1744年9月25日、アウグスト・ビルヘルム王子と、ブラウン・シュバイク・リュー・ネブルク公、フェルディナント・アルブレヒト2世の娘で、フリードリヒ2世の王妃エリーザベト・クリスティーネの妹でもあるルイーゼ・アマーリエの間に第一子として生まれた。フリードリヒ・ビルヘルム2世は、しつけも受けずわがままに育てられたが、1758年に、父、 アウグスト・ビルヘルムが皇居した後は、このない王子フリードリヒ二世紀の推定相続人となった。フリードリヒ・ビルヘルム王子は1765年に、ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル・公カール1世の娘で10枚のエリーザベト・クリスティーネと結婚したが、1769年に離婚、同年にヘッセンダルム・シュタット・ホーハク・ルート・ビヒ9世の娘フリーデルケと再婚し、 翌1770年に生まれたフリードリヒ・ビルヘルム3世を含む8人の子を後に儲けた。フリードリヒ・ビルヘルムはさらに8人の子を儲けたが、その子たちは愛人や身分違いの結婚から生まれた子供だった。王が本当に愛したのはビルヘルミーネ・エンケだったが、1796年に王がトランペット奏者の娘に過ぎない彼女に、 リヒテナウ伯爵夫人の称号を授けたことは、しばしば風刺の的になった。愛人には他にも、インゲンハイム伯爵夫人の位を授けられた、ユーリエフォン・フォスや、その死後に寵愛されたデーンホフ伯爵夫人、ゾフィーなどがいるが、その身分違いの交際はしばしば世論から非難された。その女性変歴から、周囲からは、肉の機械と揶揄された。魚食家ではあったものの、 ただの俗物ではなく、芸術にも一応の理解を示し、またバラ十字団のメンバーとして、神秘主義に傾倒するという一面も持っていた。彼はバラ十字団から深い影響を受け、メンバーのショフスベルダーとベルナーは後に大臣にまで任命されている。なお、フリードリヒビルヘルムは音楽総監督として雇い入れた、フランスのチェリストジャンピエール・デュポールからチェロを教わっている。 1786年8月17日、フリードリヒ2世が崩御し王位についた、フリードリヒビルヘルム2世は、愛人や長身たちを徴用して偏った人事を行い、それによって反動に強く加担することになった。彼の時代には、啓蒙主義は抑圧され、例えば、フランス革命勃発に際して、プロイセン軍は強力な干渉を行い、宗教的な不寛容も、 支配的になった。しかし、それでもプロイセン王国の勢力はさらに拡大し、フリードリ・ヒビルヘルム2世紀の時代に常便軍は、不評18万9000、規4万8000を数えワルシャワを含むポーランド中央部に広大な領土を獲得した。またポツダムには、カール・ゴンタルトによって豪奢な宮殿が築かれ、カール・ランゴンスは新古典主義の列中門として、 最も成功したものの一つ、ブランデンブルク門を建設した。フリードリヒビルヘルム2世は1797年11月16日にポツダムで崩御し、長子フリードリヒビルヘルム3世が後を継いだ。最初の日であった、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公カール1世の娘、エリーザベト・クリスティーネとの間には、以下の一条を設けた。2番目の日であった。 ヘッセンダルムシュタットホーハクルートビヒ九生の娘、フリーデリケとの間には、以下の四男三女を設けた。二人の妻との結婚生活の間に、フリードリヒビルヘルム二世は、ビルヘルミーネエンケを長愛し、間に五人の子女を設けている。そのうち、幼児期を生き延びた下の二人には、フォンデア・マルク伯爵の称号が与えられた。フリードリヒルヘルム世は1786年に、 ユーリエフォン・フォスト、身分違いの重婚をして、間に息子を一人儲け、1787年にはユーリエ母子にインゲンハイム伯爵の称号を与えた。フリードリヒビルヘルム2世はさらに1790年、ゾフィー・フォン・レーンホフ伯爵夫人とも重婚し、間に二人の子女を儲けた。子供たちはブランデンブルク伯爵の称号を授けられた。ありがとうございます。